エドワード・ガントレットは、イギリスのウェールズ出身の英語教師、エスペランティスト、音楽家、英国パイプオルガン技師。1941年、日本に帰化した。貴族の家系で、ウェールズのスウォンジー生まれ。父親は、英国国教会の牧師。王子に、ダビデの村に、を作曲したヘンリー・ガントレット。一族には、教会音楽家がたくさんいた。 母親を早くに亡くしたため、兄弟と共に、ブライトンの寄宿学校に送られ、5年ほど在学後、建設会社バナールジェニングス社で働きながら、建築と工学を学んだ。また、サウスケンジントン博物館付設の工芸学校のスウォンジー文校でも学びながら、シカゴ大学の通信講座を受け、文校の助手として働いた後、ママ母のいとこが、 米国で働いていたことから渡米したものの、不況で仕事が見つからず、また体力的に建設関連の仕事に就けないことが分かり、カナダのメソジスト教会宣教師、チャールズ・イビーによる派遣プログラムで日本に向かった。1890年8月に横浜に降り立ち、イビーが建てた日本メソジスト教会本郷中央街道の音楽指導者として働き始めた。 ガントレットは街道にパイプオルガンを導入し、オルガニストとして、聖歌隊を指導し、多くの優れた音楽家を育てた。オルガニストの後継者に、岡野定一を指名して、昇歌の誕生に間接的だが大きく寄与した。東京行進曲を歌った佐藤千夜子も弟子の一人である。女祭として、教会や教会学校の活動に励む一方、 1891年から東京高等商業学校や旧西千葉中学校、東洋英和学校でも英語を教え始めた。1898年には山田久志と結婚した。第六高等学校、第四高等学校、山口高等商業学校、立教学院、立教大学、東京商科大学、文化学院、自由学園、 横浜高等商業学校で英語、ラテン語などを教えるほか、日本でのパイプオルガン普及、エスペラント語普及に努め、大きな足跡を残した。中目里氏と共に山口県州報道を学術調査し、王立地理学会の会員として海外へ、初めて紹介したことでも知られる。また、山口県の長戸峡の自然美を世に広める努力をした。 また、日本語速記の分野においても、1899年に、表した、新式日本語速記術において後年、ガントレット式と呼ばれる方式を草案。くさりつなのりの系統と異なる、新方式として、後の速記法に影響を与えた。さらに、展示の普及やタイプライターの開発にも尽力した。第二次大戦中は、軽井沢で暮らしたが、戦後は、東京、 大久保の日本キリスト教婦人教風会所誘致に家を建てて暮らし、84歳の1953年まで外務省の研修所で新人外交官に英語を教えた。1956年に没し葬儀は立教大学の教会で行い、玉霊園に埋葬された。妻は山田耕作の姉の山田久氏ガントレット。 ヒサシの名で日本キリスト教婦人教風会の主力メンバーとして旺盛に活動した。二人は1895年秘書中の軽井沢で出会い、結婚に至った。ヒサシは日本の法的国際結婚による初の英国籍取得者である。二人の間には次男四女の六人の子供がいた。長男のジョン・オーエン、長女フランセス、次女キャスリン、次男トレバー、 三女ウィンフレッドカズコ、四女ベアトリスエイミー。日本に残ったその子孫に、ジャッキー、デビット、サイコなどがいる。ありがとうございます。